お花紙を使ってラナンキュラスのつぼみを作りましょう。つぼみを作るには液体のりを使います。のりは手のひらにくるくると回すようにしてつけます。塗り薬を塗るような感じです。つけすぎるとベタベタになって失敗するので、薄く塗り伸ばしましょう。次に手のひらと手のひらを合わせて、ペタペタと両手にまんべんなくのりをつけます。重ねたお花紙の上に軽く手を乗せ、1枚だけくっつけます。それを手のひらの間に挟んで、くるくると丸めます。この時、手と手の間に隙間を作って、ふわっと丸めていきます。丸まったら、つぼみの中心のように渦巻きに見えるところを探します。そのちょうど反対側に液体のりをつけて丸く切ったお花紙を貼ります。手のひらに液体のりをつけます。ペタペタと反対側の手にもつけます。丸めるときは手と手の間を開けておきます。お花紙を1枚手のひらにくっつけたら、一度反対側の手と合わせ、あとは手と手の間に隙間を開けてくるくると丸めます。きれいな渦巻きになっているところの反対側に丸く切ったお花紙を貼ります。五色鶴のお花紙にはピンク系の色が4色もあるので、全部使って作ってみました。緑のお花紙で作った葉っぱを箱に敷き詰めて、その上につぼみを並べるだけでもピンクのグラデーションがきれいです。オレンジ色のつぼみは水溶きした赤い絵の具を少し塗ってグラデーションを出しました。葉っぱと一緒に並べるだけでなく、チョコレートなどの袋菓子と一緒に箱に詰めてプレゼントにしても楽しいです。開いた花と組み合わせると華やかになります。こちらもお菓子を入れてみました。ピンクのつぼみには金色の包装紙のチョコレートを組み合わせてみました。手作りチョコも素敵ですが、こんな手作りフラワーバレンタインプレゼントはいかがでしょうか。